するしね。これ今日筋トレしたし。全然ブニブニじゃん。おデブさんじゃん。すぐには痩せないから。ねえ、私お弁当でもいいんだけど。でもさ、全部食べれないから半分こしようよ。ねえ、半分こしようよ、お弁当。うん、いいよ。なんか適当にある。何系がいい？唐揚げ系。もしもし。はい。あ、今からですか。あ、わかりました。すぐ行きます。はい。あ、響き、ごめん、ちょっと先輩に飲みに行こうって誘われちゃって。え、なんで？ごめんごめん、最近さ、ちょっと断ってばっかりだったから。ご飯は？ご飯、まあ飲みに行くからそっちで食べてくる。一緒食べるって言ったじゃん。明日一緒食べよう。明日？うん。だって今日酔っ払うんでしょ、どうせ。いや、そんな酔っ払わない。絶対嘘。大丈夫。二日酔いになったら食べれないよ。大丈夫大丈夫。もうビール2杯ぐらいでやめとくから。嘘。3杯。嘘じゃん。いや、じゃあ4杯。4杯までだよ。うん。ほんと？うん。帰りお土産買ってくる。お寿司。何？お寿司？しょうがないな。うん。許そうかな、じゃん。ほんとね。エビ入れて。ウニとエビ。ウニとエビ？うん。いっぱい買ってきて。わかった。明日も食べるから。うん。そう、そうだね。うん。
絶対帰ってくる。何時まで帰ってくる？12時。本当？1時。12時半。じゃあ1時半には。12時半。12時半。絶対だよ。わかった。遅れる時電話するから。本当？うん。絶対だからね。うん。ごめん。あ、酔っ払って帰ってきても面倒見ないから。じゃあね。お寿司、お寿司ね。わかったわかった。大丈夫。絶対だよ。うん。バイバイ。うん、バイバイ。あ、これかわいい。お金ないな。そうだね。あ、いいよ。俺やっとくわ。あ、わかりました。うん。